はい、こんにちは、笠又博物館です。今日ご紹介する展示物はこちら、コンプリートセレクションモディフィケーションホッパーゼクターということで、仮面ライダーカブトからまたしてもコンプリートセレクションが発売されました。そしてその中身はこちら、ドン、じゃーん、めちゃくちゃかっこいいパッケージでございます。はい、13,000円ぐらいだったかな、定価が。13,000円ぐらいで、コンプリートセクションモディフィケーションホッパーゼクター2017年、メイドインチャイナ。そして裏面はいつも通りこのような感じになっております。単4乾電池が2本と LR44 が2個ということで、ベルトのキャストオフ、クロックアップ機能の時の必要な電池として LR44、 そして本体のゼクターに単4電池2本という形になっております。さあ、それではパッケージ、横面、こちら側面ですね、こんな感じになってます。さあ、これ開けてみましょう。ドン、あ、やばいやばい一緒に行っちゃってる。でーん、はい、こちらですね、キックホッパーのボディ部分、そして変身ベルトのゼクターが見えております。これはね、過去のカブト、ガタック、ダークカブト、全部そうですけども、こんな感じ、ディケイドもそうでしたね、こんな感じになっております。かっこいいですね。さらに仕掛けといたしまして、この台紙の裏面にパンチホッパーとなっておりますので、このパッケージでも楽しむことができると。で、説明書側面に入っておりました。今回はなんかこう案内とかはなかったですね。ですので、これをまず取り出してこのまんま裏に返します。そして入れ直して、これを折り曲げ直すと、まああんまりね、これが嫌だっていう人はいるかもしれないですけど、でもこういう楽しみ方もできるよと。かっこいいじゃないですか。もうでもこれで遊びたいとなったらね、2つ以上本当は買わないとね、いけなかったかなって気もしちゃいますよね。いや、僕は今回もう1つしか買ってないのでね、ちょっとショックでございました。こういう仕掛けがあるのかっていうね。さあ、それでは中見ていきましょう。こちらね、一番最初の入っている状態でございます。はい、ベルト止めがまずこちらに入っております。はい、まあ普通です。はい、何も特に。ベルト止め、はい、綺麗ですね。そしてまあ先ほど逆側に入れましたけども、本体ゼクターでございます。まあ、ちょっと今撮れないので、こちらでございます。はい。で、そして、バックル、本体。よいしょ。これで以上です。あとは何もないですね。はい。で、ここを、カチャッと、ロックを外して、ベルトを抜きます。そうすると、ゼクトのマークのバックル本体のところに、透明テープがついております。で、さらに電池の場所はここにありますね。絶縁シートついてますので、絶縁シートも抜きましょう。そうするともうこれ電源オンオフがないので、この時点でもうオンの状態になっております。で、その上についてますけども、ボタンが、これを押すと、はい、という感じでクロックアップになります。今回ですけども、ベルトのこの蛇腹がね、また新しくなりましたね。過去と違います。なんか、これが付け加わりましたよね、多分ね。ちょっと後でまた比較しますけども、今はね、このベルト単体で遊ぶよということで、ベルト単体でございます。そしてここのボタンを押すと、シャカッと開きます。今回ベルトがね、すごく重たいんですよね、なんか。めちゃくちゃ一番、多分 CSM シリーズで一番重たいと思います。はい、それでは電池、こちらです。ここに細いこういったものを差し込んでスライドすると、単4電池2本入れる場所になっております。そして電源の場所はここ、はい、ここにありますので、今オフの状態ですね。これはデラックス版の時と変わっておりません。はい、さあ、それでは比較はまた後でやりたいと思いますので、まずは単体遊びしていきましょう。電源オン、はい、多分両サイド光ってます。そうですね。
で、スピーカー上についてるので今親指重ねちゃうと音が聞こえなくなってしまいます。さあ、それではまず単体遊びということで、この状態でデラックス版にもあったはい、この鳴き声遊びというかね、ちょっとでも説明書見てね、ちゃんとボイスが、本人ボイスがね入ってるので、そういったものを確認するためにも説明書を見たいと思います。説明書がすごい、コリアンとジャパニーズと、イングリッシュ、そしてチャイニーズかな、4カ国語で入っております。すごいです、説明書めっちゃでかい。さあ、それではまず単体遊びということで、今のが鳴き声遊びですね。飛び、跳ね音、鳴き声、これはもうこれ1個の音声だけです。はい。さあ、それでは単体の音声、セリフですね。ここにボタンがあります。この黒いところに、真ん中にね、ここです。ここを押すとなりますと。で、交互に矢車と影山、交互になるという感じですね。全部、全体的に。で、光も交互に、そのセリフ都度光っております。次行きます。影山、いい顔になったな。俺と一緒に地獄に落ちるか。これ以上の地獄が、どこにあるというのさ。これで、セリフが三つ目ということで、さっきの変身、変身。で、今ので三つ目。次が四つ目です。すげえな。おかえりなさい、兄貴。ただいま。おお。最悪は最高なんだよ、剣くん。お前も俺の弟になれ。俺、兄貴が作る麻婆豆腐、もう一度食べてみたい。今の俺に豆腐はまぶしすぎる。兄貴、天道来ないね。やべえ、すげえセリフある。最初のね、34、35とどんどん進んでって、めっちゃセリフある。全部で19種類ですね、一応。まあ、セリフ掛け合ってるのでめっちゃあります、本当に。さあ、それではもう早速変身していきましょう。すげえ、マジで本当に。きます、ここを押します。そうするとね、このようになってますので、こちらから入れるよとスライドしてはめます。そうすると
このようにヒコパンに変身することができました。さあ、それでは変身後セリフボタンを押すとまたセリフが喋ります。キックオッパー変身後のセリフは34種類あると。やばいね。パンチョッパーに変身後は15種類ということで、とんでもない種類のセリフが入っております。またここの黒いボタンを押すとね、そのセリフが鳴るみたいですので、まずはじゃあ必殺技の発動からしていきますか。ライダージャンプということで、ここ足をずらすとで、大気音が鳴ってる間にまた下げると、音がクリアで最高。さあ、それではセリフ鳴らしていきましょう。もうパーフェクトもハーモニーもないんだよ。どうせ俺なんか今誰か俺を笑ってた。影山、俺と一緒に地獄に落ちよう。お前はいいよな。どうせ俺なんか、お前も俺のことバカにしてんだろ。めっちゃお前はいいよなっていうな。地べたを這いずり回ってこそ見える光があるんだよ。だが期待するな。どうせ俺たちには一生見ることはできない。影山、待っていたぞ。影山、笑え笑えよ。俺の エコすげえ。失恋は最高の暗闇だ。うん、焦点か。お前はいいよな。闇の世界でも前向きで、ただ倒すよりもう一度豆腐勝負でお前に本当の闇を見せてやる。俺の作る地獄の豆腐料理楽しみにしてよ。今はい、ということで全34種類の音声でございました。長いね。すごい満載。そして撮るときはここの黒いところを真ん中の膨張を押しながら引き抜く。そうすると今みたいに着脱音が鳴りますと。そして今度はパンチョッパー行きましょう。逆側にしてスライド。ライダージャンプ。
それではセリフ15種類聞いていきましょう。はい、ということで全15種類の音声でございました。満載でございます。それではキャストオフして、キャストオフじゃない、クロックアップして必殺技やってみたい。厚みがすごいね、うん、ではいきます。ライドジャンプ。もうちょっとうまくできそうだね。すぐやればいいのかな。15秒間クロックアップなってるみたいなので、あ、うまい。そうですね、やっぱすぐカチャカチャってやるとちょうど15秒で音声がこう切れると。いやー、かっこいいね。いいですね。はい、ということで今日は CSM ホッパーゼクターのレビュー動画でした。続きましてはこちらのデラックス版のホッパーゼクターとのちょっと違いなどね、いろいろ見ていきたいと思います。あとはね、こう CSM カブト系の音声遊びとかいろいろやっていきたいと思いますので、ぜひご覧ください。それではまた明日。